ブリッセル海谷道隆、林外相は4日夜、日本時間5日未明、ベルギーのブリュッセルでウクライナのドミトロ・クレバ外相と会談した。両首脳は、3月の岸田総理のウクライナ訪問が国際社会に強いメッセージを発信したとの認識で一致し、引き続き緊密に連携していくことで一致しました。林氏は首相のウクライナ訪問の際、ロシアに対する厳格な制裁とウクライナへの強力な支持を通じて、自由で開かれた国際秩序を維持するという G7 諸国の決意を示すことができた、と述べた。強調。これはウクライナと国際社会にとって非常に象徴的で重要なメッセージだった、とクレバ氏は語った。林氏は、北大西洋条約機構、NATO の信託基金による基地姿勢装備の供与やエネルギー分野の無償資金協力など、日本の支援策について説明した。ウクライナへの支援として総額約76億ドル、約1兆円を、継続的かつ着実に提供すると述べた。会談では、林氏からも1日と2日の訪中について説明があり、2人は中国情勢についても意見交換を行った。これに先立ち、林氏はポーランドのズビグニーフラウ外相とも会談し、ロシアのウクライナ侵略への対処で協力を確認。